駅構内東京メトロ南千住駅ホームから撮影隅田川駅は東京都荒川区南千住4丁目にある日本貨物鉄道東日本旅客鉄道の駅である常磐線貨物支線上に設置されている主に東北本線上越線などのいわゆる北東方面発着の貨物列車の終着駅であり東京貨物ターミナル駅と並ぶ東京の二大貨物駅である 鉄道施設としては一般駅であるが荷物ホームのみで出荷札などの旅客設備はない。もともとは東北本線や常磐線を建設した施設の日本鉄道が上野駅で取り扱っていた貨物を1890年に開設した秋葉原駅などと共に分散して受け持ち、隅田川駅は常磐丹田からの石炭の受け入れを行うために1897年に 設置した駅であった。主に石炭、木材、砂利などの荒木を取り扱い、隅田川の水運と連絡して、東京の市街地への輸送を行っていた。このために水路が隅田川から引き込まれており、港内中央付近には水こき積み下ろし場が存在していた。戦後は、こうした荒木の取り扱いが減少し、さらに水運との連絡も減少したため、 水湖きつみおろし場を埋め立てて、校内を改良し、コンテナ扱いに対応した整備を進めることで、首都圏の東北、北海道方面との貨物輸送の拠点として使われてきた。国鉄分割民営化に際しては、校内に分散していた客貨借施設が第六ホーム北側に移転集約されている。また、飯田町駅の廃止と飯田町市流通センターの 移転に伴って従来飯田町駅に到着していた首都圏の新聞、出版産業で消費される紙が隅田川駅に到着するようになった。2012年度まで北海道、東北方面への輸送力を増強する目的で隅田川駅鉄道貨物輸送力増強事業が実施された。総工費は約46億円で国の 幹線鉄道等活性化事業費補助の枠組みにより、走行費の30%の13億8000万円が国庫から補助されている。事業主体は第3セクターの京葉臨海鉄道で、JR 貨物は施設を借り受けて利用する枠組みとなっている。もともと、隅田川駅は青函連絡線の輸送能力に合わせて、 コンテナ車18両に対応する規格で設計されていたが、現在の東北本線のコンテナ列車は最大20両編成となっているため、これに合わせる形での改良を実施した。改良以前において20両編成に対応しているのは200線のうち3線、着発線のうち4線だけであったが、200線、プラットホームの4面6線を40から50メートル延長し、 1> 第1ホームの短い一線を除く5面9線すべてが20両編成対応となった。また着発線は従来の8線から7線に削減されたが、このうち6線が20両編成対応となった。各コンテナホームは一部拡幅して31フィートの大型コンテナの取り扱いがすべてのホームで可能になった。隅田川駅と田端信号上駅の間は単線であり、 田畑運転所との間での機関車の回送列車が線路容量を圧迫していた。このため校内改良事業では機関車の留置機能も整備することとなり、第6ホーム、田畑信号場寄りに設置されている校内本部と信号国紀所の建物を撤去して跡地に機関車の留置線を設置した。有効長の短い第5ホームは廃止し、跡地に 機関車の仕業検査庫や留置船、フォークリフトの研修庫等を設置した。さらに、シャーツ会に役用高床ホームを撤去して、総合事務所を建設し、機関区、駅構内本部、信号庫機所を設置した。機関区施設の整備に伴い、従前から設置されていた隅田川貨区に加えて、田畑機関区の機能と、田畑運転所の貨物関係業務を移転し、隅田川機関区とした。 これらの改良により、輸送力は、年間22万トンの増強が見込まれている。2013年3月16日のダイヤ改正より、供用を開始した。地上駅。南北に5面10線のコンテナホームが並び、その西側に1面1線の上屋付け有害車用、貨物ホーム、F プラザ、隅田川 IPC 棟の200線、東側には F プラザ、 隅田川日送センターの2役線がある。また、仕分け線や留置線なども数本ある。F プラザは、貨物列車で輸送された紙を保管する倉庫として、機能している。コンテナセンターが、コンテナ2役ホーム付近にあり、同じ建物には、営業窓口の JR 貨物、東京営業支店隅田川分室が入っている。隅田川機関区の機関車資料検査庫や貨車。 研修施設、IT フレンズトレースシステムの窓口業務を行う、本社直轄である愛、テンセンターも、同駅構内にある。かつては、構内北側に東京セメント海輸のセメントサイロや、二百線二線があり、武州原屋駅や東横税駅、日立駅発送のセメントが到着していたが、2006年に廃止された。また、1970年頃までは、 東京ガス、千字工場、1980年代までは、日本石油隅田川輸送所へ続く専用船も存在していた。その専用船には、1926年に竣工した、日本初の跳ね上げ橋が1950年代まで存在した。さらに1960年代以前は、周運の便のために隅田川につながる桟橋も併設していた。北東部に広がる、 貨物駅の縮小部分は平成以降に順次再開発が行われ、超高層マンションなどが立ち並んでいる。また、かつては日比谷線の千住建築との連絡線も存在していた。2011年度の車扱い貨物の取扱い量は発送なし、到着なし。コンテナ貨物の取扱い量は発送が67,409トン。 到着が797,483トンである。近年の年間発着トン数は下記の通り、駅周辺には再開発に伴って建築された超高層マンションが広がる。ありがとうございます。